皆様にご案内いたします。皆様のお手荷物はお客様ご自身で上の棚または前の座席の下などにお入れください。無理に重ねると滑り出て思わぬ怪我をすることがありますのでお気をつけください。機内に収納できないお手荷物は貨物室にお預かりいたします。また携帯電話の通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。皆様のご協力をお願いいたします。皆様にご案内いたします。ただいまからお手荷物が安全に収納されていることを確認いたします。皆様のお手荷物はお客様ご自身で上の棚または前の座席の下などにお入れください。まもなく飛行機のドアが閉まります。お座席にお座りになりシートベルトをお締めください。また化粧室の使用はお控えください。携帯電話など電波を発する電子機器はドアが閉まるまでに機内モードなどに設定するか電源をお切りください。なお安全上の理由によりお座席の移動はお控えください。皆様のご協力をお願いいたします。皆様、今日もワンワールドアライアンスメンバー KA をご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空3631便宮崎ブーゲンビリア空港行きでございます。今日は私は客室を担当いたします谷畑でございます。本日は使用する機材の到着が遅れておりましたため、皆様の機内へのご案内が遅れておりますことをお詫びいたします。また本日は揺れのため到着までシートベルト着用のサインが消えないことが予想されております。あらかじめご了承ください。皆様の安全のため座席では常にシートベルトをしておきください。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどに設定するか電源をお切りください。機内は化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用になれません。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。また座席ポケットにございます安全のしおりもご覧ください。酸素マスクが出てきた際にはご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口にお当てください。お不明な点は乗務員にお尋ねください。皆様、ただいまから機内の非常用設備についてご案内いたします。May we have your attention as we explain the location and use of the safety features of this aircraft. Please refer to your safety instructions leaflet in your seat pocket. Thank you. まずシートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトを締める場合は左右のベルトについている留め金を差し込み、腰の低い位置にしっかりと締めてください。外す場合はレバーを上げながら留め金を離してください。この飛行機には前方および後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。続いて酸素マスクの使用方法を説明いたします。酸素マスクはプラスチックカバーの中に入った状態で自動的に出てきます。マスクをプラスチックカバーから取り外します。マスクを強く引くと酸素が出てきます。マスクを鼻と口に当てバンドを頭にかけて長さを調節してください。救命胴衣は座席下または肘掛け下にあります。使用の際は頭からかぶり、紐を腰に巻きつけ留め具を差し込み、紐を引いてしっかりと締めます。非常口で乗務員の指示に従って、引き手を強く引いて膨らませてください。十分に膨らまないときは、チューブから息を吹き込みます。皆様の
座席ポケットに安全姿勢等についての説明書が用意してありますので、早い機会にご覧ください。脱出の際は荷物を持たないでください。スライド下での援助をお願いいたします。また、乗務員から必要な指示がありましたら、その指示に従ってください。日本航空は通路、化粧室を含め全席禁煙でございます。なお、電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。どうぞ快適な空の旅をお楽しみください。ごととのお客様、こんにちは。本日はワンワールドライアンスメンバー JA の便にご登場くださり誠にありがとうございます。当便の機長、秋田と申します。ご挨拶を申し上げます。この飛行機現在滑走路脇にて離陸準備すべて整っておりますが、現在着陸機離陸機を待つ関係上、この飛行機の離陸は、今からおよそ5分ほどになります。2時55分前後になるかと思われます。また本日お集まりのところ、使用機材到着遅れによりまして、皆様の機内へのご案内並びに出発が遅れまして申し訳ございませんでした。本日ですが、離陸後でございますが、風の変化が非常に強く、また九州地方南側には発達した低気圧と梅雨前線がある関係上、揺れが予想されます。本日ですが、あいにくシートベルトサインが消せない状態で宮崎空港までの飛行が予想されております。また全般的に天候が悪く、周辺の航空路も混雑している関係上、到着が若干遅れる場合がございます。その安全のご了承、ご理解をあらかじめお願い申し上げます。この飛行機ですが、離陸いたしまして、これはおよそ30分ほどで宮崎空港に到着をいたします。最新の天気によりますと、宮崎空港周辺は現在北寄りの風が非常に強く、雨が降っておりまして、天気、雨の20度と報じられました。揺れながらの飛行で大変恐縮でございますが、この先も最善を尽くしてまいりますので、どうぞご安心ください。重ねまして、本日のご搭乗誠にありがとうございます。皆様、たたたくお待たせいたしました。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。また座席の背もたれ、テーブルを元の位置にお戻しください。ベルトサイン点灯中は、お膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。皆様、揺れの中のご移動お疲れ様でございました。ただいま宮崎ブーゲンビリア空港に着陸いたしました。本日は皆様のお急ぎのところ、到着が遅れまして申し訳ございません。また本日は天候が悪く、皆様にはサービスが行き届きませんでしたことをお詫びいたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締め置きください。上の棚をお開けになる際には、手荷物が滑り出ることがございますので、十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。座席の上の天井は低くなっておりますので、座席をお立ちになる際にはお気をつけください。また降りの際には、携帯電話などの忘れ物をなさいませんよう、シートポケットなどをお確かめください。空港周辺の天候は雨、気温は摂氏20度でございます。大陸の空模様ではございますが、皆様どうぞ心を晴れやかに、お元気でお過ごしください。どうもワンワールドアライアンスメンバー JR にお乗りくださいまして、ありがとうございました。重ねて皆様にご案内いたします。昨日6月10日より JAL グループ国内線では、座席番号を区切ってでの呼吸のご案内を控えさせていただいております。降りの際には前方のお客様から順番にゆっくりお降りください。またお手荷物をお取り出しになる際には、周りのお客様にお手荷物がぶつからないようご注意ください。皆様、まもなく駐機場に到着いたします。シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締め置きください。